ラブナロクオンラインの時間なのだ。今回もラブナロクオンラインの金作についての動画なのだ。前回の動画では初心者復帰者向けに時の回廊を中心に金作 MD を紹介したんだけど、今回はそれ以外におすすめする MD を紹介していくのだ。まずは悪夢のジターバブなのだ。悪夢のジターバブは難易度を選択できる MD で、今回はより金作に向いている険しい道を紹介していくのだ。悪夢のジターバブはここにいる NPC に話しかけることで移動することができるのだ。移動した先にいるこの NPC に話しかけることで楽園団の証を入手して、奥の部屋にいるロエルとルナインに話しかけることで MD を作成することができるのだ。この手順は初回だけで、2回目以降はロエルとルナインに話しかけて MD を作成すればいいのだ。この MD は NPC に吹き出しが出ているキャラに話しかけることで次のマップに進める MD なのだ。それ以外にもマップにモンスターが配置してあるから、それらを全滅させることで NPC が現れたりもするのだ。基本的にモンスターは密集してることが多いから、トレインして範囲スキルとかで倒すと効率がいいのだ。道中になだらかな道と険しい道を選べるから、険しい道を選択するのだ。険しい道はモンスターも多くなっているから、囲まれすぎないように注意しながら進めるのだ。この時にグリード装備があるとアイテム回収がはかどるのだ。この MD で入手できるアイテムは美味しい焼き芋以外はできる限り持って帰りたいのだ。重量問題があるけど、これらのアイテムはなるべく持って帰りたいのだ。ちなみに後で説明するんだけど、グレイとネイチャーは分解、化粧品は190納品アイテムだから持っておくと金作にもなるし、自分でも使えるのだ。道中を進めていくと中ボスのエフ・ジターバグと戦うことができるのだ。ジターバグは不死属性だから、火生属性とかを付与できると比較的楽になるのだ。エフ・ジターバグが落とすカードの価格はおおよそこのくらいなのだ。HP が高いから回復薬とかは忘れないように気をつけるのだ。最後に待ち構えるのは FFF ジターバグなのだ。こいつも不死属性だから、非生属性で殴れると比較的楽になるのだ。ボス以外にもモンスターが湧くから囲まれないようにしないといけないのだ。このジターバグは HP が減ってくるとアースクエイクという攻撃をしてくるから、移動スキルがあると楽になるのだ。アースクエイクは割と長めの詠唱だから、ジターバグが詠唱しだしたら逆側に急いで逃げるのだ。こんな感じで逃げた後はまた近づいて再度攻撃に移るのだ。初心者復帰者の場合、長期戦になりがちだから SP を回復できる手段は必須なのだ。塗られたらダゲットなのだ。知恵田はカードを除けばジターバグのドロップの中で最高額のアイテムなのだ。今回はたまたまゲットできたけど、かなりドロップ率は低いと思うから、出たらラッキーなのだ。 FFF ジターバグのカード価格は 1.7G くらいなのだ。この MD のいいところはカードも狙いつつ堅実にお金が貯まるところなのだ。まずはジターバグの牙の使い方なのだ。ジターバグの牙はロエルに話しかけることで交換できるのだ。ジターバグの牙を2個持っていくことでランダムでアイテム交換できるのだ。とりあえず50個交換した結果がこちらなのだ。装備品とかの不要装備を売った結果、約 1.5M になったのだ。カード帳と会具、実は自分で使ったり売ったりするから多少の黒字なのだ。ただ一度にジターバグの牙を全部交換したりできないから、若干時間がかかるのが難点なのだ。一度交換してみてめんどくさいと思ったら露店で売って、めんどくさくなかったら自分で交換するといいのだ。次は属性石の分解方法なのだ。属性石の分解はかなり昔の金作方法だと思うんだけど、今でも使える金作方法だと思うのだ。まずはウンバラで言語習得クエストを完了させるのだ。
できれば荷物をたくさん持てる承認系でやるといいのだ。そしてそのまま属性石作成分解クエストを進めるのだ。言語習得クエで仮面が必要だからスマイルマスクを作っておくと一石二鳥なのだ。クエストが終わったらこのおばあちゃんに分解してもらうのだ。今回はグレイトネイチャ100個を分解しているのだ。この時グレイトネイチャを分解するんだったらエンターキーを押しっぱなしでいいからかなり楽なのだ。100個分解した結果がこれなのだ。悪夢のチターバグを回っていればこのくらいはすぐに集まるから知っておくと暇な時間で分解すると金作になるのだ。次の金作方法はチャールストン工場なのだ。チャールストン工場は3次職以上の職業がいける MD なのだ。移動方法はマラン島の転送サービスを使うと早いのだ。ベルス発掘地に行ってから対応の NPC に話しかければ MD を作成できるのだ。ベルス案内 NPC からチャールストン工場に送ってもらって MD を作成するのだ。 MD に入って南に行くと自動会話が始まるのだ。するとマップに点滅が追加されるからそこに移動するのだ。点滅する場所に移動するとモンスターがいるからそれを倒すとまた新しくマップに点滅が追加されるのだ。この MD は点滅する場所を追っていってモンスターを殲滅するというタイプの MD なのだ。ちなみに道中に出てくるモンスターは装備をそこそこの確率で落とすから倒しておくと金作につながるのだ。ボス以外の高額カードはこの2枚なのだ。指示に従って点滅を殲滅していくと NPC がいるエリアに到着するのだ。初回はちょっと長い話を聞くことになるんだけど2回目以降は先を急ぐでスキップできるのだ。話を聞くと手伝ってほしいと言われるけど断っていいのだ。断らない場合はマップを再度歩き回るからちょっと時間がかかるのだ。そんなこんなで話を進めると大量のモンスターが発生するのだ。爆速度はそこまで速くないから着実に殲滅していくのだ。殲滅すると中央に行くように指示されるから中央に行くのだ。この時マップに案内が表示されないから初めての時は迷っちゃうかもしれないのだ。ちょっと長くなるけどカットしないで次に転送先に行くのだ。右側の NPC に話しかけて次のマップに進むのだ。ここでボスのチャールストン3号と戦うことになるのだ。チャールストン3号はそこまで強いわけじゃないから初心者、復帰者には戦いやすいのだ。こんな感じで SP に不安があるくらいだから SP 回復剤さえあればクリアできると思うのだ。倒した後は NPC に話しかけることによって途中のマップに転移させられるのだ。再度 NPC に話しかけることでアイテムをゲットすることができるのだ。この時にチャールストンパーツと古びた燃料タンクを選択できるんだけど、古びた燃料タンクの方が金作に適しているのだ。アイテムを受け取ると MD クリアなのだ。ちなみにチャールストン3号カードは約 2G くらいなのだ。倒しやすさを考えるとかなり高い値段だと思うのだ。ちなみに MD クリア時に古びた燃料タンクを選ぶと古びた燃料タンク3つもらえるんだけど価格はこのくらいなのだ。道中のモンスターから装備を拾っておけばさらに金作になるのだ。最後は英語の戦を紹介するのだ。英語の戦は2日に1度入場できる MD なのだ。この MD の特徴は再入場が無制限なところなのだ。今までの MD は死んだら再入場できなくて悔しい思いをしてきたかもしれないけど、この MD の場合は死んでも何度でも入場できるから安心してやれるのだ。ただ15分以内でクリアしないといけないから注意が必要なのだ。この MD に入場するためにはプロンテラ南東にある次元の歪みに行く必要があるのだ。いろいろ会話を終わらせてから MD に入場するのだ。すると NPC が立っているからその子に話しかけて難易度を選択するのだ。
個人的に火力のない初心者、復帰者は中級を選んだ方がいいのだ。本来はマップに点灯している場所を回ればボスが弱体化するんだけど、時間がかかるし省略できるから省略するのだ。道中のモンスターも全部無視で構わないのだ。このワークポータルの先にボスがいるのだ。NPC に話しかけることでボスが出てくるからバフとかをしっかりかけておくのだ。このボスエリアではいろいろな状態異常にかかるから浅いのみは忘れずに持っておきたいのだ。ボスは複数体いるから範囲攻撃で一掃するのだ。中級はこのくらいの強さだけど上級はもっと強いから一度体験してやれそうだったら上級をやるといいのだ。倒したら NPC が現れるから話しかけてクリアなのだ。クリアしたらこのエリアにいる NPC に話しかけて転生儀を回すのだ。1回回すのに500オルムかかるのだ。ちなみにオルムはクリア報酬時にもらえるんだけど、もらえるオルム箱んな感じなのだ。転生儀を回すことによって得られる金作アイテムはこんな感じなのだ。特に進化はどれでも 10M 近い価値があるのが嬉しいのだ。一番高いカードは進化キマカードで約 70M くらいなのだ。2日に1回というのがちょっと不便だけど、慣れれば1分くらいで終わる MD だからぜひともやってほしい MD なのだ。ちなみに前回と今回紹介した MD は僕の手持ちキャラが少ない時に回ってた MD なのだ。まだたくさん MD はあるんだろうけど、自分のプレイスタイルに合った MD を選択してどんどんステップアップするとますます楽しくなっていくのだ。もしこの動画が面白かったりためになったら、高評価やチャンネル登録してもらえると次の動画へのモチベーションにつながるのだ。それではご視聴ありがとうございましたなのだ。